あ、これ今、オンゲア、はい、こんにちは。表町まちづくり、違う表町バイオン大学です。はい、のど板のカートです。シャツ岡です。いや、さっきの、はい、緊迫したというか、破滅したというか、なんか、どうなんですか、あの、音が聞こえてました、お互いの音とか、自分の音とか、周りの場の音というか、うん、なんか途中でトラックが出てきて、うん、わーっと思って、商店街から。うわ、商店街からトラック出てきた。あ、そうか、角度的に一番見える角度だね。ほとんど目つぶってやってたんで。っていうか、ごめんなさい、ちょっとね、風邪気味というか、あの、常に私は喉が痛くなる、なりがちなタイプなんで。実はこんな感じに、先週まで、先週の回で、あの、前回、前々回で、作曲したものを演奏しようっていうのをやりまして、で、その演奏を解説する回でございます。そう、まあ、たった今終わったんだけどご存知かもしれませんが、まとめ撮りをしております。そうそう、撮りだからね、収録なんで。いやー、30分ぐらいですか。うん、だから本当はこれ、あの、20分になったら切れるようにしてて、うん、切れちゃって、うん、すごいいいとこで切れたと思ってピローンとか言ったっけ。ピローンっていうか、あのトゥク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 とか言い出したじゃないですか。うん、そうそう、あれ出すしかないと思って、もうあれしかないと思って、喉痛いから、うん、早吹きとかもうダメだと思って、うん、っていうのが出てきたから、うん、あ、これはすごいことになってきたっていう時に切れちゃったんで。あ、よかったね。じゃあで、ちょうどそこからまた、あの、なんとなく場面転換した手で、多分先週のを見ていただいたんですよ。ああ、だから、10分ぐらいが、20分の前半と7分の後半。ああ、7分の後半。で、まあ、あの、前半はちゃんとドローンとかやったんですけど。そうそうそう。一応なんかこう、順序通り、僕もね、あの、流れは書いてるんですよ。E とか F とか、E とか F とか。表示も書いてますよ、こうやって。そうそう、G とか、トイ、リジュトイとか、デイとかね。うん、だから、流れを言うと、川田、うん、こっちの方は、川田さんは、はい、この、F の竹のディジュリと、F の竹、青いやつ。はい、これね。E のスプルースのディジュリドゥを交互に吹いてました。そう、そうなんですよ。なのでこちらの音は E に行って EF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 、うん、そうそうそう、それしかない。とりあえずは半音下げたり、そう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 、こっちの方か、倍音上げたり、そう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 、なんかあんまりキラキラ系では来なかった。いや、あの、ちょっと、あの、ロッキーで単力的にビーンっていこうかなと思ったんですけど、まあ、最初 の、 あのドローンがなんだっけ、 F 行って E 行って、次 F の竹行った時にちょっとリズムを出したあたりで、うん、もうそろそろ危なかったのよ。なんか7分ぐらい、最初の7分ぐらいでちょっとね、危なかったんで、最初この竹 F と G マーゴで行って、うん、そう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 、でそれなんかこうポワーンって面白い感じでしたね。うん、ドローン系なんだね。ビリビリとワンバンみたいなんで。ワンバン、そうそうそう。で、持ち帰って E と G マーゴに行って。そうそうそう、持ち帰って。そこで持ち帰って、この、こういう E、E でした。E。E フラットぐらいですね。ちょっと低い、これで。フラカン。これと、まあ、E の半音違いぐらいのやつをやって、で、竹ですね、竹に持ち上げて、竹の時になぜかノイズやっちゃったんですよね。ああ、そうそう、キューン、シューン、そうそうそう、シューン、これ吹くとね、ちゃんと柔らかい音がするん、うん、ああ、ディジュリドゥらしい。これなんか、あの、竹とは思えない深みと低音が、うんうん、っていうのを、実は怒られそうな吹き方をしてしまう。怒られはしないんですけど、うん、実はこういうノイズが出せるんですよっていうのをやって、そうそう、ノイズで、うん、で、E がなんかリズムになったんですよね、なんかいきなり。確か、そうそう、だから最初はドローンをいい場合にやったんで、うん、ちょっとリズムを出さなきゃなということで、場面、僕らの場面転換を、うん、F と E、 2回目の F と E は、あのね、つなぎもうまいこと、そう、つなぎすごかったですよね。リズムが死なないように、だから、あの、急に表紙がガクッと変わると、なんか流れが、
変えるつもりで変えたんだなっていうふうに取られるじゃないですか、うん、でもこっちは楽器チェンジだからしょうがなくて変わっちゃったんだよっていうのがなんか悔しいから、うん、変えないよっていう、ね、音程変わるけどほとんどつなぎ目なかったですもんね。あのリズムが死なないようなつもりで行ったんだけども、だから意識的にね、もうその EFEF ぐらいで終わったね、僕ごめん。あ、だ最初の4回だからドローンドローンリズムリズムぐらいでちょっともう一盛り上がりしちゃったんですよ、うん、あの私の体力的な問題、盛り上がった感じは分かります集中的力的に。でその後の F と E もう一回戻った時も、まあ、一応だから場面転換とするとドローン系になりたいと思ってやったんだけど、うん、口指が止まっちゃう。あ、まあ、でもリズムできたんでこっちもリズムで返そうと思って C シャープでちょっとトラッド風のこういったら、あ、終わったみたいになって、そうそれがねちょっとね止まっちゃったんですよ。だからでも気づいたんですけど、やっぱりこうこんだけ持ち帰るとちょっと唇疲れますね。そう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 、だからあの本来は1本だけで、まあ、リズムになったりドローになったり、まあ、トゥーツをメインにしたりとか、うん、同じがつまり、ね、楽器がね温まってきたら次いくでしょ、うん、またこう始動させて温まってきたらまた次いくでしょ、うん、で唇はどんどん、まあ、弱ってくるわけですよ、まあまあまあ、基本的に ね、うん、最初はコンディションが良くて、だから唇もだから最初は温まったらだんだん当たりが出てきて反応して始めるけど、楽器がコロコロ変わるから毎回毎回になるんで、ちょっとなんていうか演奏に集中っていうか構成にあの意識が取られて次なんだっけとかになった感も泣きにしもあるんですよね。あ、だからその場合それは今のは全体的な話、総括な話で、うん、だから次はそれを踏まえてもう一回やってみようとか、今度は違うことでやろうとかはいいと思うんですよ、うん、で今回はこうなるとは思わなかったのに、いろいろ頭をぐるぐる回して体力の限界に近づいている状態でいろいろやれたのはなんか面白かった。あ、うん、そう、で僕あれもできるか C シャープでリズム行った後に C に行った時にドローンだけで行こうと思ったら、うん、なんか始めたじゃないですか。そうそう、なんかやってましたね限界が来たんで、うん、おっと思ってやるしかないと思ってやったら、あのパクパクですっけ、だあのカットされるあたりの、あ、そう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 、パクパクちゃん出しちゃいました。あれいいなぁと思いますね。あれどうやってやったか。あれはね、あの必殺技の新技ですか。もしかして新技。新技はワークで誰でもできます。誰でもできるから、これ言っちゃうと誰でもできるから。でもね、なんかね新しい音出ましたよねあれね。あれね、ずっと考えてたんですけど、一応あの初めて10年目にして、循環呼吸からの脱出を。音が途切れないのに息吸えて音が途切れないのに普通のっていうか循環呼吸のプレイじゃないよっていうのだけなんですけど、うーん、まあ誰でもできます、誰でもできるんで別に大したことがないんで、うん、またワークでもう何人かにはワークで教えちゃってますよ。これ今日発見したんですけど、リボーンってこうスライドするじゃないですか、うん、でこれを例えばあのトゥースとかだったら、あ、ね、ってなるんですけど、トロンボンだね、ノイズだったら、あの当て方によっては、なんていうんですかね、ステージが悪い。あんまり変わらない。あんまり変わらない。あんまり変わらないというか、変わらない部分を残しながら、ちょっと変わる、何かが変わる、うんうん、響いてる感じは変わってくるね、うん、シャイーンになるとか、そうそうそう、シオーンになるみたいな感じとか、音程はほとんど一緒、うんうん、ジャーっていうのは同じような感じで、そうそうっていうことを発見した。うんうんうん、何にも使えないと思うけど、使い方がすごくなんか美味しい使い方、うん、絶妙なところで使うと多分使えるんですよ、うん、どう使うかがあのこのリズリボーンも研究課題は相当あるじゃないですか、うん、なんかその当て方をちょっと変えながら、うんうん、この当て方で伸ばしたらどうなんだろうとかね、うん、いろいろとこうそしたら結局そのもう当て方かなやっぱりと思って、長さはなんかこうやってる風に見せるだけみたいな。いやまあまあそりゃそう、これで音変えてるんだよぐらいしか、うんうん、あんまりあのパフォーマンスステージ上の見場がいいというか、うん、まあなんとかマクマーさんですね、うん、マクマーまで言ったらバレるんだけど、まあ、バレるっていうかバレるんだけど、
が、制作あの開発か、うん、右手がフックみたいでしたっけ、なんかこれすごいこうプレイはねシャープなんですけど、なんかでもね話変わるんですけど、やっぱトロンボーンの動きが嫌でこういうの忙しいのが嫌で、あーこの一生懸命体を動かしてバタバタしてるっていう様が嫌いっていうね、うん、そういう様だね、確かにあのクールに構えてたいみたいな感じなんでしょう、うん、いやそれは分かりますよ、僕もそんな感じはあるんで、あんまりこう大慌てしていたくないっていう、だからね最近あの欲しいなと思ってる管楽器がユーフォニウム、おおいいじゃないですか、そうあピストンだし、そうそうそう、うんうん、であの最近は4ピストンが主流らしいんですけど、3ピストンの中古のやつを見つけて、へえいいなと思って、ユーフォニウムバリトンっていうんじゃなくて同じ音程で、うん、なんかちょっと一回り小柄なんですよ、ユーフォニウムってごっつくて、まあ確か4ピストンだね、いやでもねなんかその3ピストンでしょ、3ピストンで結構ねちっちゃい、思ったよりまあ大きい子供抱いてる感じ、あでこれいいな、まあバリトンバリトンってあの多分こうマーチングとかでも、うん、あの気軽にいけるやつだよ、そうそうそう、歩いててもそんなめっちゃ苦しくないっていう、買おうかな、おいくら、42,000円、状態はね、いい感じにボロボロだけど、いやでもボロボロピストンとか音とかはバッチ、あ、ピストンが生きてるんなら、うん、あの損じゃないですね、いい感じになんかメッキが剥がれてサビが浮いてて、僕はねトロンボーンで、あトロンボーンってピストントロンボーンなんだけど、バルブトロンボーン、そんなのですか、バルブトロンボーンっていうのがホルトンと、もう一つか二つかメーカーが出してて、うん、ウホルトン買ったんですけど、まあ、メールがバンバン来てる、うん、でそれ僕学校通ってた時にあの錆びさしました、ベルのところのラッカーをペーパーでシャカシャカ磨いて、うん、そのまま屋外に放置、で日光と雨水で抹茶っていうかもう、ま、焦げ茶になるまで錆びさして、うん、錆びたら酸化するから、うん、比重が高くなるのかな、重量が重くなるらしいんだけど、うん、どんなことか知らないけど、酸素がこう融合するから、だからこのベル部分があのキラキラってした音じゃなくて結構なんか重い感じの音に、あの思いっきりバーって打ち込んでも案外太い音が飛んでいくって聞いたけど、ペラーっていかずにズーンっていくような感じって聞いたけど、音楽放置しました。でも多分見た目がそんなの吹いてるとそういう気持ちで出てるだろうっていう気持ちの要素が多分自分的だ、そうそうそう、ピカピカ光るよりもちょっとくすんで錆びかけ、そう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 、目が好きっていうことでしょうね、まあまあそれはそうですね、で僕はスライドじゃなくてピストンだったからね、だから多分今度はディジュリドとユーフォニウムの共演があるかもしれない、そういうのも面白そうですね、うんうん、まあ、そういうわけでですね、この表町バイオン大学は、私辰岡海斗と、はい、川田義之氏によるディジュリドのさまざまな演奏の可能性を追求して毎週この時間帯に皆さんとお会いしたいと思います。ちょっと強引なまとめだけど一応合ってる。なので、またお会いしましょう。はい。ちゃんと頑張って吹きます。なんか言い残したことないですか。喉開いた時はこの黄色いパッケージの喉飴だとお腹が壊れないです。ですからまた来週は作曲のネタを集めて、で実際作曲してで演奏して今回のような解説と、そういうサイクルでやっていきます。どう楽しみに、僕の体調が万全だということを期待して、多分またエフェクテッドバージョンとかもやりましょうね、うんうん、マイクで開いて、そうそうそう、でこう並べてどんなことしたらこうなるよって、ここでつまみ回したりとか、いいですね、回してて見せかけて回してないとかフェイクだそう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 、エフェクト使うのにフェイクって、そうそうそうすごいな、いや、うん、でもマルホランドドライブって映画知ってます、デビッド・リンチの、うわ分かんないけど見たことあるかも、まあ、劇場のシーンが出てくるんですよ、うん、でそこで実は全部その放送っていうか生演奏全くしてなくって、で実は全部その流れてる音に合わせてやってるってやつがあって、ほうから当て振りだ、トランペットが出てきたと思ったけどバーンって話しても劇場になってるとか、うんうん、すごい感動的な歌を歌うシーンがあるんですけど、ほうその人も歌の途中でバターンって倒れちゃうんですよ、なのに曲は鳴り続けてる、あでこの劇場には本当のことは何もない、おお、まあそれだけなんですけど、いやいやいや、でも感動が、うん、後ろに、見え隠れそうか、別に何ていうんですかね、ディジュリドでも何でもできますよっていうね、何でもできますよ別に楽器は何だっていいんです、それはそうですね、それはまあそうです、
というわけで、また来週お会いしましょう。さよなら。